今回はトラウマ級の結末を迎えた作品を紹介していきたいと思います。それをね、早速見ていきましょう。スタート。天才バグボンは1967年に週刊少年マガジンで連載された後、現在まで5回にわたってアニメ化、子供からお年寄りまで笑えるギャグ漫画であり、バカボンパパの口癖、これでいいのだはあまりにも有名です。そんな日本人なら誰もが知っている作品ですが、中には恐ろしすぎる内容の回が存在。今回は、ただで儲ける大儲けなのだ、そして変わった友達という話を2本紹介していきたいと思います。まず1本目は、ある日パパのところにお金儲けすることしか考えられない男が現れ、何かいい商売ないですかと相談しに来る場面から物語は始まります。その男の異常なまでの金銭欲の強さに心配したパパは病院に連れて行くと、どうしてそんな儲けたいのかねと先生に質問されます。すると男は、とにかく儲けたいんです、何にもしないでとむちゃくちゃなことを言い出しますが、先生はこんな提案をします。それは研究材料のために体の部位を売ってくれないかと持ちかけるとんでもない話でした。しかし男は1000円で片目を売るという驚きの行動をとり、メガネを買うとき半分で済むから儲かると謎の言葉を残しながら大喜びするのでした。その後、歯、胃袋、脳みそと次々に自分の体の一部を売り、ついには両腕両足までも売ってしまいます。医者は金を払おうとするが、文字通りだるまになった男を見ると両手を失っているという理由で結局もらえることなく騙されてしまいます。するとパパが再登場、一旦男を持ち帰り、あることを思いつきます。それは路上で人間だるまとして売り、次の場面では売れた金でカツ丼を食べながら、だるまされたのが悪いのだと得意のギャグを放つが、全く笑えない恐ろしいオチで幕を閉じるというものでした。普段はいろんなギャグで笑わせてきたバカボンですが、今回はブラックすぎるという理由か、1972年にこの回がマガジンで掲載されて以降、単行本には収録されず、しばらくの間封印されていました。しかし2016年、天才バカボン50周年記念ダークサイド傑作選と題し発売された黒いバカボンで、実に50年ぶりに復活を遂げ読めるようになりました。意外にバカボンってこんな感じのネタが多いんですよね。次に紹介する変わった友達もかなり恐ろしい推しというか、最初からホラー要素満点のお話になっているので内容を見ていくことにしましょう。アニメ冒頭、皆さん実はわしには30年も付き合っている友達がいるのだが、未だに一度も顔を見せたことがない不思議なやつがいるのだという少し不気味なセリフから始まるこの物語。パパは友達の素顔を見るため、いきなり家に訪問するという作戦を実行するが、ドアを開けた瞬間、ついたてに隠れながら挨拶されるという予想外の展開が起こってしまいます。しかし飛び乗って捕まえようとするが、そこには誰もおらず、男はいつの間にか客間に移動していました。不思議に思いながらも、久しぶりの再会ということで、握手を要求し、手を握った瞬間、引っ張り上げたものの、逆に引っ張られてしまい、パパは部屋で転倒。思わずどうして顔を見せないのだと聞くと、人と顔を合わせない主義だからと返答されてしまいます。そう言われると余計に顔が見たくなり、男がいる部屋の襖を強引に開けると、そこには灰皿と吸い殻しかなく、本人は廊下にいる模様。何度やっても顔を見ることができず、しばらくの間作戦を練って考えていると、外から母と息子の声が聞こえ、家族の顔だけでも見て帰ろうと考えたパパは玄関で待ち伏せ、影が現れたと同時に扉を開けるも、そこには野球チームのユニフォームしかなく、いつの間にか息子は洗面所で手を洗っていました。おかしいなと思いながらも、夕食のすき焼きを一緒に食べることになりましたが、パパは客まで一人、隣の部屋では家族仲良く食事するという見たこともない不気味なシーンが放送されてしまいます。しかしあまりにも寂しすぎる一人すき焼きに耐えられなくなり、ついに隣の部屋に飛び込むも、またしても誰もいません。ところが先ほどの弾みで携帯コンロが点灯し、客間が炎上。パパは無我夢中で脱出しましたが、2階の窓からは家族3人が腕だけ出して悲鳴を上げながら助けを呼んでいます。窓から出てくれば助かるのだと説得するが、全く応じず、家は炎とともに崩れてしまいます。翌日新聞にこの火災についての記事が載っており、詳しく読んでみると、そこには焼け跡から3本の手の骨しか発見されなかったと書かれており、それを聞いたパパはそれでいいのだと怯えながら最後を迎えたのでした。
この話、原作では30年目の初顔合わせなのだという回を多少アレンジしてアニメ化されたものですが、決定的に違うのはパパが友達の顔を見たいという気持ちが強すぎたためか、わざと火を放ち全焼させるというホラー以前に大犯罪を犯している問題回になっております。いや、やってることむちゃくちゃすぎる。そもそもバカボンパパは一番最初どのような形で友達と出会ったのかがこの回最大の謎になっています。気楽にやろうよは藤子 F 不二雄氏が手掛けた短編漫画で、1972年にビッグコミックにて連載。当時としては画期的な異世界系を題材に物語は進み、ゾッとする結末が待っている本作は、一体どんなあらすじだったのか中身を見ていくことにしましょう。ある日の朝、目を覚ました川口はいつものように新聞を取りに行くと、突然すさまじい激痛を感じるが5分ほどで収まりました。しかしそれからというものの、何かがおかしく感じ、自分の家がまるで見知らぬ世界になったかのような感覚に陥ってしまいます。違和感を感じながらもお腹が空いていたので、朝食の催促をすると、顔を真っ赤にした妻がご近所に聞こえるじゃありませんかと照れながら話してきます。その後も食べる姿を他人に見られないようにカーテンを閉め、居間に鍵をかけながら朝ごはんを食べるという不思議な光景を目にする川口。他にも会社に向かおうとすると、月曜日なのにと不思議がられたり、絵本を娘に読み聞かせているとシンデレラにベッドシーンが描かれているなど、今まで経験したことがない理解不能なことばかり起こり、妻に病院へ行くことを勧められます。医者には自分の抱える違和感をすべて伝えると、否定も肯定もされず優しくこう答えました。性欲と食欲、どちらも生物にとって最も根源的な欲望であり、そのどちらが欠けても消滅してしまう。しかしもしどちらかを恥としなければならないならば、それは性欲と食欲どちらだろうか。食欲は個人的、閉鎖的、独善的な欲望と言えるだろう。性欲は種族の存続を目的としており、工業的、社会的、発展的な欲望であることから、食欲というのは最も恥ずかしいことであり、隠さなければならない。つまり今朝起こった激痛以降、性と食が逆転した世界であり、食事するということは誰にも見られたくない行為だと医者は話します。しかし突然そのようなことを言われても納得できない川口だが、ここへ来るまでに目撃した奇妙な出来事を思い出します。それは街中に飲食店が一軒も見当たらないこと、そして駅で電車を待っていると、隣に赤ちゃんを抱いた学生のカップルが、赤ちゃんが太りすぎたからこの子を育てるのをやめ、新しい子をこさえよと赤ちゃんをゴミ箱へポイし、その場で子作りを始めようとします。そこに駅員が現れ、むやみに子供を捨てちゃいかんじゃないか、ちゃんとスペアを作ってから保健所へ電話するのが順序だろうと注意したり、知り合いの男が他の女と食事をしたという理由で奥さんに刺される場面を目撃するなど、言われてみれば医者が話した言葉全てに対して合点がいき、恐怖を感じながらも帰宅。すると知り合いの山田という男が来ており、どうしてもこの世から消したい奴がいるが、自分には子供がいないため殺人の権利書を譲ってくれないかと相談されます。何でもこの世界は人を葬るという行為も合法化されており、何も知らない川口はまたしても驚き、再び昨日診断してもらった病院へ行き、医者に話を聞いてもらいます。するとこのような言葉が返ってきました。社会を一つの巨大な生物に例えたとする。生物を構成する細胞同士が戦うというトラブルを抱えるのは望ましいことだろうか。個人的ないざこざは個人的に解消すべきではないだろうか。現在の社会はすでに成長期を過ぎ、個々の細胞の代謝のみ、出生率と自然種のバランスが取れていない現状では、無理のない形での間引きは必要。医者がそう熱弁しても納得できずにいると、ある質問をされます。なぜ生命は尊重しなくちゃならんのです。突然の質問に戸惑いながらも、わからないと言うと、それじゃ答えにならない。倫理的に説明してください。さあさあさあ。そうせかされ言葉に詰まり、そして、ご安心ください。ご主人はすっかり妄想から解放されました。心配する妻に対し、本当にどうかしていたんだ。朝からぶっ通して腹ペコなんだ。恥ずかしそうに告げ、川口はこの世界の価値観を受け入れた帰り道。妻から海野という同僚があなたを消したがっていると聞き、権利書を使って明日海野を葬ると決意。次の日また新たな違和感を体中に感じるが、せっかく治ったのにやるぞと意気込み、刃物を持って会社に出勤。その後ろで奥さんが大声で、あなたお弁当、あら行っちゃった
飲食店の看板が並ぶ街並みを歩きながら決意を固めるようにつぶやきます。僕はやるぞ。何でもないことさ。いや、藤子作品の中でもトップクラスの衝撃的なうちに鳥肌が立ってしまうほど恐怖を感じる終わり方。読者との価値観が真逆になっていく世界観が見ていて非常にゾクゾクする物語です。自分が正しいと思っている行動、それは本当に正しいのでしょうかと投げかけたくなる作品でした。ドラゴンボールは1986年にフジテレビでアニメ化されて以降、毎週水曜日19時から11年間放送、社会現象になるほどの人気作品となり、日本だけではなく世界的に見ても大ブームになった本作は、97年ドラゴンボール GT が終了した2年後、こんな噂がインターネット上で流れました。海外では GT の続編ドラゴンボール AF が放送されており、スーパーサイヤ人5が存在している。添付された画像を確認すると、見たこともない悟空の姿にネット民たちは騒然、一体これは何なんだと密かに話題になりました。もちろん2015年に制作されたドラゴンボールスーパーが正式の続編となっていますが、15年も前に海外で非公式ながら放送していたのかと思って調べてみると、とんでもないことが判明しました。日本ではアメリカを中心とする海外のファンがシリーズの続編として制作した二次創作作品と思われていたが、海外の目線から見てみると AF こそ日本で制作したとされており、公式の続編と認知する人も多数いたといいます。つまりドラゴンボール AF というタイトルの実態はどちらの国にも存在しなかったということになります。その後2012年にスペインのファンがスーパーサイヤ人5の元ネタの正体はとあるゲーム雑誌のイラストではないかと突き止め、検証の結果完全に一致したことから、10年以上存在していた噂話に終止符が打たれました。今まで AF の存在を認知していましたが、まさか海外も日本と同じようにどこかの国の人が勝手に制作したんだろうと思っているとは予想外でした。まあいかに世界的人気の作品と思うエピソードですよね。正直絵上手い人が描いたら、公式かそれとも個人で制作したものか判断するのは難しく、このスーパーサイヤ人5なんて完全に公式っぽいですけど、非公式なんで本当見分けるのも至難の業。このシーンはどうやら公式劇場版ドラゴンボールのワンシーンの模様。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って。最後までご視聴ありがとうございました。サブチャンネル、ツイッターの方も登録していただくと嬉しいです。それではね、他の動画でお会いしましょう。